はいはい、皆様こんばんは、小田誠です。皆様本日はいかがお過ごしでしたでしょうか。というわけでですね、本日こちらですね、アポロツイン X のですね、もうジェネレーション2ですね、ジェン2第2世代が来ましたということでですね、私ですね、もうそうかいや、じゃあちょっと突然どうしたって感じですね私もですね、そのアポロの今 X4 を使ってさせていただいておりましてですね、これも結構満足しておりましてですね、そのジェネレーション2が来たということでですね、一体どれぐらい変わったんだというところをですね、ちょっと見ていきたいと思いますけれども、まあぶっちゃけ今でも変えようとも思わないですね。全然十分なんですけれどもね。まあちょっと見ていきましょうか。こちらですね、時代を超越するアナログサウンドということでですね、ディティールまで聞き取ることができる、これまで最も進化したアポロツインの登場です。最高解像度のオーディオコンバーター、2つのユニゾンマイクプリアンプ、そしてニーブ API、 マンレイ、オートチューンなどプラグインをニアゼロレイテンシーでレコーディングできるリアルタイム UAD プロセッシングを備えたアポロツイン X が何十年にもわたる感動的なアナログスタジオサウンドをあなたのディスクトップにお届けしますということですね。そうなんですよ、これニアゼロレイテンシーっていうですね、多分あっちで使えばっていうことなんですよ。コンソール上というかですね、何でしたっけ、ユニゾンで使えばということなんですけれども、あ、でもそうでもないんかな。一応プラグイン上で立ち上げても多分そうですね、 UAD のこの DSP を使用してるんでね。で、エントリークラスのアポロ X ジェン2コンバーターによってエリートクラスでした、間違えました、エントリークラスとエリートクラスだ、もうだいぶ違いますからね。エリートクラスの、アポロ X ジェン2コンバーターによってかつてないダイナミックレンジでディティールを聞き取り音楽に没入すると。で、2つのユニゾンプリアンプでニーブ API、 マンレイ、フェンダーなどアナログギアのトーンとフィールを得る。内蔵されたデュオまたはクワッドコア DSP が UAD プラグインを介したリアルタイムレコーディングを実現ということでですね、ここですね。ただここもね、また後でちょっと話させていただくんですけれども、もう落とし穴があるっちゃあるんですよ。で、オートゲイン、プラグインシーン、モニターコントロール、イマーシブオーディオ対応など新しくなった UAD コンソールを作業を高速化ということでですね、この辺は新しいやつですね。特に、あ、これがでも全部一応新しいやつなのかな。いやでもこれはあるからな、何なんでしょうね。で、ソナーワークスによるアポロモニターコレクションを使えば、どんな部屋でもヘッドフォンでも自信を持ってミキシングが可能ということですね。これもちょっと気になる。で、オートチューン、フェアチャイルド、テレトロニクスなど定評のある UAD プラグインを含むエッセンシャルプラスまたはスタジオエディションをラインナップということでですね、今回のこれは2種類ラインナップしてくれてるということでですね、見た目こんな感じと。で、最高のアポロをあなたのディスクトップにということなんですけれども、アポロツイン X は世界のビッグアーティストが愛するサウンドを求める次世代の音楽プロデューサーのために開発されました。エリートクラスの 24bit 192kHz ジェン2第2世代オーディオコンバーターと、これまでに最も広いダイナミックレンジを得るアポロツイン X はスター級のサウンドをあなたのスタジオにももたらしますということでですね、これね、私もこの言葉に惹かれて買ったんですけれども、このプラグイン使ったら、ああ、これすげえいいやんみたいなね、すげえいいやんすげえいいやんと思って、いざ自分で使うとなんか違うなみたいなそういうのですねまあどんなもんでもそうですよね、どんなもんでもそういうのを繰り返すんですけれども、 IK の製品はですね、いいっすね、あ、やっぱ、あ、本当にこうなるんやみたいなね、なるので、まあちょっと難しいんですよね、アポロのこのね、プラグイン、やっぱ実況の難しさをそのまま反映してるからかな、実況そのまま反映してるから難しいのかもしれないですね。で、憧れのプリアンプでレコーディングということでですね、ユニゾンプリアンプテクノロジーによるニーブ、マンレイ、API などのクラシックギアのエミュレーションを活用した収録をお楽しみください。現代の最高峰のレコーディングで使われた豊かなアナログテクスチャーを得ることができますということでですね、みんな使いますよね。でもとりあえずこれ買ったら絶対使った方がいいと思いますよ。私はニーブのやつですね、 88RS と普通のニーブのですね、なんかニーブらしくなりますよみたいな、つまみ一つでなるやつみたいなやつが確かあった気するんですけど、それは最近使ってないんですけれども、一応 88RS ってやつですね、 RS88 かなってやつを使っております。で、ディティールを聞き取る、ジェン2デザインとなったアポロツイン X には UA 史上最高解像度の DA コンバーターが搭載されています。この強化されたモニタリング能力とソナーワークスによるアポロモニターコレクションなどの機能を組み合わせると、スピーカーやヘッドホンでのミキシング時に収録内容を最も正確に表現することができます。アポロモニターコンソールは2024年11月リリース予定ですということですね。リリースはされてないんですけれども、なんかちょっと面白そうなのが出るってことですね。オーセンティックなアナログサウンドでミックスをということでですね、アポロツイン X は世界のビッグアーティストが使用するものと同じツールを提供します。付属の LA2A コンプレッサー、プルテックっていうのかな、プルテック EQ、 マーシャルやアンペグのアンプに加え200種類も超える UAD プラグインのライブラリをフル活用しヒットサウンドを生み出しましょうということでですね。で、エッセンシャルと、まあ、スタジオとで結構違うんでしょうね、まあだいぶ違うでしょうね、おそらく。で、完璧な
でワークフローを見つけ出そう。アナログコンソールがワークフローの中心となっている多くのスタジオと同様に、アポロツイン X にはプラグインのルーティングとモニタリングを制御できる強力なミキシングエンジンが搭載しています。これは俺たちにもついとんのかな。アポロツイン X ですもんね。 Gen2 じゃなくても多分ついてるってことですね。ついとんのかな。何このオートゲイン、ベースマネジメント、プラグインシーンなど最新機能によりニーズに合ったフォローを見つける出すことができます。わからん、これはあるんかな。多分なんかない気がするな。ない、今の X4 のコンソール見てるけれども、まあなんかアップデートがあるんかな。いや、わからん。あ、でもうん、違うか。なんかもうわかんないですね。で、あなたにミッションを与えるハイブリッドシステムということですね。アポロツイン X デュオまたは、UAD コア DSP とコンピューターのネイティブプロセッシングを組み合わせると複雑なプラグインチューンを含んだ多様なセッションに対応できます。これはつまり、ネイティブのみレコーディングセットアップを上回る強力なハイブリッドワークフローの実現を意味しますということですね。らしいです。あんまりわかんないんですけれども、そういうことらしいですね。まあ、とりあえずこれ一つあったらまあ困んないですよって。まあ確かにそうですね。で、スタジオにクボに合わせた拡張も可能ということでですね、なんか ADAT みたいなやつとかで使え、そうですね。ADAT で使ったりとか、あとですね、なんかあるんですよ。UAD のコンソールというか UAD のプラグインさらに使えるようにできますよみたいなものもですね、売ってますので、それを買ったらってことですね。で、スタジオに合わせた拡張にも対応。最大4台のサンダーボルトアポロをインターフェースリンクし、あ、4台もリンクできんの？スタジオの規模に合わせて最大128チャンネルのプレミアム IO 構築が可能。アポロツイン X または X4 を介してディスクトップから全てのコントロールすることができますということでですね。らしいです。で、私は X4 を買ったんですけれども、普通のアポロツイン X と、ラックタイプっていうんですかね、を買うのもいいらしいですね。で、デュオまたはクワッドコアの DSP を備える、10×6 サンダーボルトオーディオインターフェース。2つのユニゾンマイクプリアンプ、ハイゼット入力、オプティカル、なんていうの、トスリンク入力。ADAT または SPDIF ということですね。で、4分の1インチステレオモニター出力。そうですね。この普通のギターの挿すプラグと同じやつ。ですね、やつですね、あのサイズのあれでさせてくださいってことです。で、24ビット 192kHz の解像度を備えたエリートクラスのアポロ X ジェン2コンバーターで 129dB のダイナミックレンジを誇る、ダイナミックレンジを提供する強化された DA で、ソナワークスによるアポロモニターコレクションでメインモニターとヘッドフォンの出力をキャリブレーションということですね。で、オルタネートスピーカースイッチチアトークバックを備え、これはまあ前からもついてるな。で、オートゲイン、これちょっとわからへんけれども、なんかね、新しい UAD の新しいコンソール、あ、コンソール自体が新しくなるのかな？今使ってるやつの。それもちょっとわかんないですね。で、エッセンシャルプラスまたはスタジオプラスエディションをラインナップ。で、ルナ、これね、流行ると思って使おうと思ったけれどもね、ちょっとね、難しいですね。ロジックプロ、プロツールス、キューベース、アビルトン、ライブなどに対応ということでですね。で、UAD のプラグインをですね、これね、使うにはプラグイン買わなきゃいけないんですけれども、ここはですね、また一つ落とし穴でですね、私の X4 ですね、コアが4つ入ってまして、一応ソロってやつが、コアが1つのやつが、今はもうあるんかな？で、デュオがコア2つとかなんですけれども、ツイン X、これはどうなんや？まあ、そういうコアの数がですね、ございましてですね、で、このですね、プラグインがこの DSP の処理をですね、インターフェース上でするんですよ。なんでですね、私ですね、これいっぱい使えるんじゃねえって思ってたんですけれども、なんとですね、全然使えないんですよ。だいたい X4 だったら4つか5つですね、使えて4つか5つか、まあ6つか、軽いものだったら結構いけるんですけれども、重いものだと4つとかで、で、デュオとか使ってた時はですね、1つとか2つでしたね、本当に。なんでですね、だからこそのこの多分ネイティブで出したっていうのもですね、今ってパソコンの性能めちゃめちゃ高いんで結構使えたりするじゃないですか、プラグインたくさん。だからネイティブで出したんじゃないんかなってですね、私ちょっと思うわけなんですよね。本当にですね、え、こんだけしか書けれへんのって多分ですね、思われると思いますっていう感じなんですよ。なんでですね、まあんまりね、いいっちゃいいんやけど、まあ一つか二つにした方がいいですね。一つか二つだけか、これだけ使いたいなとかいう方だったらいいと思うんですけれども、これもこれもこれも使って、例えばこれね、画面いっぱいこれ立ち上げてますけど、これプリアンプはこんなに立ち上げてますけれども、多分この卓上タイプでこれだけ立ち上げるのは多分無理な気しますね。X4 ならいけるかな ?1、2、3、4、5、6、7、8、9。まあ、いけそうな気もするな。軽いやつが混じってればいける気するんですけれども、混じってなければいけないですね。なんでですね、そこがですね、非常に落とし穴でございますのでですね、まあ、ここで1個2個使ってみたいと、あとですね、まあ、憧れのそのエンジニアさんとかが使ってたりとかして、なんかいいって言ってるから、ちょっと使ってみたいなとかですね、思われる方がいらっしゃいましたら、
いいと思います。あとですね、このプラグインが結構いいんですよ。これにしか使えないのかな。あ、でもプラグインアライアンスとかでも売ってるから、そっちを買えばいいのか。でもちょっとですね、やっぱりユニゾンでこのですねコンソール上のところ、あ、ここそう、これの右上のニーブプリアンプってところにユニゾンっていうカテゴリーがあるんですけれども、ここで起動する音と結構違うんですよ。そのプラグインで後々入れるものと、まあこれはプラグインなんですけれども、ダウ上で入れるものと結構違いますので、で特にこのサーのプロ、これねいいんですよ。この反応性とかもすごい良くて、音も良くて、なんでですね、もしこれを結構いい感じで使いたくて、まあいちいちアンプの電源入れるのめんどくさいしっていう方でですね、いい感じの環境で使いたいという方はですね、ぜひともですね UAD おすすめです。あとマンレイのプラグインもなんか最近すごいいいって聞いたな。みんないいって言ってるやつだな。まあ私はですねニーブの 88RS ってやつを使ってるんですけれども、まあよくわかんないですねよくわかんないけれどもなんかねちょっと足りないところに手が届いてる感じがするだけです。それだけです。それだけのために使っております。というわけでですね、本日ですねこちらの、アポロですね Gen2 ジェネレーション2が来ましたということでですね、まあ結構変わってて、あとダイナミックレンジが変わってるので、よりこうふくよかなサウンドになるのかなっていう、表面的なものではなくね、よりこうなんて言うんですか、密度の高いものが録音できるんじゃないのかなというところですね、ちょっと興味を持っておりましたので、ちょっと取り上げさせていただきました。というわけでですね、本日の動画がよろしければぜひともチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。あとですね X と Instagram の方もやらせていただいておりますので、ぜひとも合わせてフォローの方もよろしくお願いいたします。それではですね次の動画でお会いしましょう。